何が起きたの？何？はい、どうも皆さん、こんにちは。動画を撮影して、コンテンツ動画再生していただきありがとうございます。この動画にリアクション動画となっております。必ず今回と使うので、本編をご提供一緒に再生してお楽しみください。というわけで、今回、魔法科高校の劣等生、ラオ放射編の第8話、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、危なかったな。今、ちょっとギリギリ言えたけどね。前回ね、ほのかちゃんが吊るし上げられまして、まあ、ほのかちゃんのおかげと言ってはなんですけども、前回ね、ほのかちゃんがかなり大変なことになってしまって、みんな囚人監視の目の前でね、達也お兄様への思いみたいなのがバレバレなことになってしまったわけなんですけども、まあ、そのおかげと言ってはなんですが、あの、ピクシーの中に、ね、乗り移ったパラサイトが、お兄様の味方につくというか、まあ、それ以上の好意的な思いを持ったままね、まあ、仲間になるみたいな感じのお話だったわけなんですけども、まあ、そんなことがありながら、さらにシリウスの名を持つリーナが、まあ、チート的なね武器を使って再度お兄様に挑むもですね、またあっという間にやられてしまうという残念な結果になってしまって、で気がつけばリーナの今唯一の仲間とも言えるバランスさんもいなくなるというね、まあ、それはねコメントの方にもあったんですけども、まあ、四つ葉とかのね力によって、まあ、バランスさんたちも粛清されたというか、まあ、撤退を余儀なくされたような形なのかなと思うんですが、まあ、今となってはリーナは日本で完全に孤立してしまったような存在になっているわけで、ここからね一体どんなお話になっていくのか、注目の第8話となっております。皆さんも録画したものもしくはビデオンデマンド使ってですね、一緒にお楽しみください。それでは行ってみましょう。さあ2月16日、もうバレンタインから2日経って、これあれじゃない、バランスさんが乗ってるやつなんじゃない、逃げたっていうか。え、トラブルで漂流？どういうこと？逃げようとしてたところを捕らえられたのかな？じゃあなおさら怪しいね。え、そういうこと？怪しい。そういうことにしといたね、お兄さんはきっと、みゆきには。そうね。それはつまり、もう動いてたんだ。じゃあ着替えてく方にカメラワークを移そうか。え、本当に？本当にこっち？あ、気づいてる。あ、そうなんだ。ああ、お互いがお互いを思った結果なんじゃないけど、それは。いや、そんなことないだろう。おーほほーと、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 と。ああ。それは、ちょっと、あれだね。ちょっと待って。いや、話は入ってこなくなっちゃう。ねえ。おほほ。もう、先週のさ、ラストの方からさ、すごいね、ぐいぐい行くね、お兄様に対しての思いが。もう露骨に出てきてるじゃん、みゆきさんの気持ちが、前面に。どうしちゃったの、ここに来て。ねえ、みゆきさん。めちゃくちゃお兄様への思いが熱いよ。まあ、周りがあれだけグイグイ来てるっていうかね、露骨なのもあるからかもしれないけども。いやー、ちょっと複雑だよな、みゆきさんの立場も。十種族っていうのに縛られてるってか、まあ、四つ葉家に縛られてるのがかわいそうだよね。結構けども、この学校の生徒たちってさ、もう肩書きとか身分がすごいからさ、大変だよね。自分だけの考えとか立場だけで行動できないもんね。
いや、このまた難しさがまあ面白くさせてるんだけどさ、見てるこっちを。にしてもお兄様とみゆきさん本当どうなっちゃうんだろう。いや、この二人にはやっぱ最終的にうまくいってほしい気持ちはあるんだけどね、正直。俺は三枝先輩好きだけども。やっぱこの二人なわけじゃん。このアニメはさ。あ、ピクシー。なんか聞きに来たのか。全部教えてくれんのかな？聞けば、お兄様なら。そういう答え方、ずるいね、なんか。ほう。難しい。もう普通についてこう、お兄様素敵。あららら。ああ、なるほどね。いや、ここら辺ほんと聞き入らないと全然わかんなくなる。いや、聞いててもわかんないんだけどね、半分くらい。へぇー。そうだね。何人か複数で存在してたわけだから、行動を共にしてたわけ。ああ、つながってるんだ。あ、わかんないのか。ほう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 。じゃあ逆におびき寄せることはできるんじゃないか？なんだ？これ奴らが。こんなにいんの？もう。なんだそれ。なんだそれ。なになになにこれ。怖い怖い。何？これをやると動き始めたけど。え？目覚めた。え？え、ちょっと。あ、あれ？この人、あれじゃない？リーナと一緒にいた。違うかな？ってことは、狙われるのは、ピクシーだよね。え、大丈夫？脱いで平気？いや、いいの？お兄様の前で。いやいや、ミキさんもほのかちゃん。ああ、まあ、けど、まあ、ロボットだしね。ダメなの？ そうか。そうなっちゃうか。ロボットじゃん。ロボットだからいいじゃん。
うん、かわいい。かわいいね。いや、なんもなしか。かわいいねとかは、まあ、もちろん言うはずないけど。まあ、そんなわけはないよね。ああ、誘うわけね。ほのかちゃん、入ろう、頑張ろう。よしよしよし、いいよ。いいよ、ほのかちゃん。かわいいな。かわいいんだよな。なんだ？誰？エリカちゃん？誰だ？あ、エリカちゃんだ。出陣。え？かっこいい。かっこよすぎん。あ、バランスさん。あ、やっぱ捕まっちゃったのね。誰だ？四つ葉家か？あ？来た。来た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 。来た。あ！この子！この子ね！クロバアヤコね。いや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 、かわいいじゃねえかよ。ドストレート。結構交渉慣れしてそうだな。まあそうだろうね。言わずもがな的な。うふで。どういうこと？ああああ、前回のね。やらしい。いやいや。本当かよ。持ち上げたり落としたり。いや。これは言いくるめられちゃうんじゃない？あ、ほら。いや、すごいね、黒羽さん。相変わらず監視されてる。うるさいよ。
さあ、霊園に行きましょう。あらららら。まあけど、そんなことにならないと思うけどね、お兄様がいる限り。もう気づいた。早い。素晴らしい。そして監視元も把握。人数も場所もわかる。すごすぎるぜ。出た、第三課。なんだ、ほのかちゃん。何？あ、すごいじゃんか。役に立ったね。意外とがっつりやっちゃうね。かわいい。あらららら。あ、じいさん、あのじいさんじゃね？糸目の。対抗祭の時に。はあ、ほのかちゃんも実はすごい家だったのね。え、樹脂族もしかして、ほのかちゃん。俺気づいてないけど。お、来た来た来た。餌に食いついたね。あとはちゃんと対処できるかだわ。心強いぜ。みんななんか出てるね。あるって。デーモン。は？本当に？あ、来た来た。それはできないね。それはできない話だね、きっと。確かに、みんなが揃っちゃったら何か起こるかもしれないし。囚われている？そんな感覚持ってない感じするけど。そういうことか。けど本人はそんな、まあ、それはさっき話あったけどね。そう、あなたの気持ちはどうなんだよ。どうですよ。来た、念は。もうほのかちゃんの気持ちが乗っちゃって大変だわ。ここ、ここだそうですよ、お兄様。守んなきゃね、こうなると。いやいやいや、お兄様の実力を知ってそれを言ってんのか。あら、あー、なるほど。けど人間にはってことね。なんだ、言葉遊び的な感じじゃねえか、ずる。
いや、お前がだろ。ああ、なるほどね。中に入ればある程度読み止めるんだね。うん。バッサリ。人のことは言えてもね、自分のことは分かってないみたいな。いや、お兄さんかっこよすぎでしょ。やっちまいましょう。やっちまいましょう。なになに？おほほほほほ。いや、素晴らしい。トレーニングを積んできただけある。なんだ？なんだなんだなんだ？ああ、そうか、そうか。だからこそ何かそうさせないベストなやり方、捉え方があるのか。なんだ、脳か、心臓？ほー。聞いてる。聞いてる。みゆきさんは？氷漬けにね。こっちは仲間同士でやり合ってる感じか。役に立ちたい。わかるよ。なんだ今のは。あ、これがあれか。さっきあのじいさんが言ってたなんか光の。何が起きたの？マジで。これは？いや、何？何が起きたの？ほのかちゃんの光がだってピクシーの方から。何？ってか何このエンディング。映像変わってない？あれ？いや、変わってなかったか。いや、ちょっと待って。今の何？最後の。あのおじいさんが言ってた話の関係があんのかな？今までだってあんなほのかちゃん技使ってなかったよね。なぜそれが髪飾りから出たんだろう。で、それに共鳴したのはピクシーがやっぱ、ほのかちゃんの気持ちと、その一回、その通してフィルター越しみたいになって入ったことによって、いや、わからん。わからんわ。
や、今回はなんだろう、あの、クロバさんっていう、クロバちゃんって言った方がいいのかな。あんな新しいキャラクターもね、オープニングでちょっと出てたけど、出てきたり、懐かしいあのおじいさんも出てきたりしてて、まあ、さらにはね、まあ、先週に引き続きほのかちゃんの活躍というかね、気持ちもあらわになりつつ、まあ、パラサイトとの戦いに挑んだわけなんですけども、まあそこでお兄さんはね、今までの失敗から、まあ、師匠のとことかでいろいろトレーニングしながらね、編み出した技を使って、まあ、有効なね、パラサイトへの対抗手段みたいなのを生み出してたわけなんですけども、まあ、その中でね、ひときわ輝くほのかちゃんね、あれが一体どういうことなのか、まあ、来週明かされるのかなと思うんですけども。まあ、今回はね、ちょっとリーナさんの登場が全く見られなかったので、一体あの子がどうなってるのかね。そこら辺も来週くらいにわかるのかなと思っております。ちょっとね、原作読んでなくてアニメだけだとね、理解に苦しむ部分も多いんですが、まあ、そこら辺ちょっと多めに見てもらって楽しんでもらえればなと思います。というわけで、今回第8話に対して皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております。以上、動画を一つがお送りしました。また来週お会いしましょう。バイバイ。